皆さんこんにちは、ふんさんです。ということでマリオカート Wii 周回遅れ縛り回やっていきましょう。最終回です。もうね、この全8グランプリ中7個終わって今3勝4敗です。まあもう今日勝ったら引き分け、負けたらね負け越しって感じになっちゃうんで勝たなきゃいけないんですけど、まあ、今回このスペシャルカップレインボーロードがあるラスボスですね、まあ、最終回頑張って勝っていきましょう。さあラスト、スペシャルカップ1レース目はカラカラ遺跡と、まあ、ここねショートカット、まあ、砂漠ステージなんで多いんでしっかり1位かっさらっていきましょう。ちょっと待って、なんか俺スタンドバッグ、なんかスタンダードカード乗ってるわ。ちょっとやり直します。やっぱこれよな、ファンキーバウザー。まあ、今回もしっかりスタートしてミスって一周待ちたいと思います。そろそろ来そうですか。デイジーが来そうですね。帰ってきたらスタートしましょう。押さないでね。さあここはまあ前回ね周回遅れ芝居普通にやった時は1位取れてますんで、まあ、今回1周目アイテム禁止でやっていってますけど1位取れるんじゃないかなと思ってますと。サンダー引いたの熱いな。ここテイクらしたい。 OK、 低めにジャンプアクションして、角抜けがちょっとミスったら嫌なんですけど、なんちゅうとこにやれ、動揺しちゃった。なんちゅうとこに設置するんや。神設置きた。まあなんとかリカバリーしたんだけど、そこ設置されてんの普通に嫌だな。コンピューター通んないだな、そこ。まあこれ2周目入った瞬間にサンダー使いたいとこなんですけど、バナナもいいとこいてる。ちょっとやべ、設置がいやらしすぎる。まあ使いましょうか、速攻で。ここ使っちゃってアイテム回帰、まあ、キラー引いてくんねえかな。キンキノも悪くない。まあここだったらね、このマップだったらねキラーよりキンキノの方が早い説全然あるんで、まあ、キンキノこれ次のアイテムはまあ、スターかキンキの惜しいとこですけど、設置効いてないよね。これじゃあ角抜けせずにアイテムルートでいきましょう。スターナイス、まあ、スターだったら次交換しちゃいつつショートカルート、いやスター持ってった方がいいのかな。いやこれ交換していい。交換しちゃってキンキのがいいです。ナイス、引いてくれたのであればここのショートカット上ルートいっちゃってがっつりねショートカットしていってコンピューターに追いついていきたいところ。アイテム交換もちょうどできる。スネープ危ない。キンキのここもキンキのか。まあ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 この距離感だったら抜かせると思うんだけど、ハーフパイプ行かずに下からしっかり通っていきつつ1位とこ結構遠い、大丈夫だと信じたいんだけど、いやこれキノコ1個でいいから引いてほしいな。アイテム右の取って加速、ナイスキンキの強い。そしたらこれぶっ飛ばしていければ抜かして1位まで上がっていけるんじゃないかな。やぶれ、ギリギリ抜かした。1ミリ来た、フンさんの1ミリ。ナイス、出だしいね。いやここでギリギリ1位なの、他のコース怖すぎるんですけど、頑張っていきましょう。ライバルはデイジーですか。さあ続いて鬼門来た、ムーンリッチハイウェイ。どうなんだろうな、ダッシュ版がいっぱいあるとねコンピューターも速いからね不安だね。さあ行きましょうか、ムーンリッチハイウェイ。なんかよそ見してたら光りました、すいません。さあクッパジュニアが1位で帰ってきそうですか。行きましょう、されたけど、ここもさっきもちょろっと話したけどアップル、まあ、難しいポイントがね、まあ、2つぐらいあって、まあ、コンピューターがダッシュ盤に乗ってしまうと、コンピューターね、まあ、1位の方とかはしっかり速いんですけど、あん真ん中の G とかのねコンピューターはね、まあ、なんかアクセル8割で踏んでるみたいなことが多いんですよ。なんか全力でスピード出し切ってない。でもそんなことはダッシュ盤踏んだら関係なくてマックスピードになっちゃうんで、まあ、それがきついっていうのと、あとはまあ被弾する可能性、車がこういうとこいっぱい来るんで被弾する可能性が高い。そしてね周期がなんかいっぱいあれ2個って言ったのにいっぱいできたわ。周期がずれてるんでね、普段の感覚で走れなかったりと、いろんなね、まあ、厄介な要素がありますんで、キンキノも使いづらいしな。いやちょっとかなり厳しいコースになってるんですけど、引かれたの痛い。キンキノやばい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 、もうこれサンダー3発くらい増やさないとやばいんだけど、そしたいん、じゃあキンキノいらん、ちょキラくれキラ、ちょキンキノ本当に使いづらいから。しかもダッシュ盤踏んでる時ってキンキノ効果意味ないからね。アイテム交換できるけど無理やりすぎた、あ無理やりでもここはアイテム取りに行った方が早い。キンキノしかいけない。これ勝てんのか。言うてなんか意外とカラカラ遺跡と同じぐらいの密集度までには上がってきてはいるんですけど、サンダーかキラークラス、やっぱやらかしてる。ちょっと待って、下手くそすぎる、こんなんダメ、こんなんじゃ勝てないよ。アイテムここ取れない、ちょっとつけ。でもみんなもいけどなな、被弾したり落下したりするんで、
なんか救われてる。意外と簡単。ここもしかして1位抜けちゃってんな。キンキのバッカ。ちょ待って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 、ちょミスがもったいなすぎるけど、アイテムうまいこと。そこで交換できないかな。交換ナイス、完璧。金キロじゃないんだって。ちょまずい。1位がとんでもないことを言ってんな。いや、なんとか2位まで上がれたらって感じですか。ダッシュ版踏めないけど、ウィリーして1人もう1人抜かしたい。3位か。ちょっとミスしちゃったな、もったいないな。ちょっとこれは見なかったことにしてください。あとなんかデイジーがあれだわ、11位だわ。さあ3レース目クッパキャッスル、ここもなかなか難しそうですけど頑張りましょう。さあ今暫定2位のベビーピーチが帰ってきてしまいましたね。行きましょう。ピーチ誰か潰してほしいんだな。ベビーピーチアイテムスルーしたけど、あれか、関係ねえや。一周目アイテム使えないからスルーしたところで関係ないんで、アイテムなんか取りに行かなくていい。2周目に入る瞬間にさえ持っときゃいいんで、ここはもうできるだけ早く、できるだけ早く走っていきたいところ。ジャンプアクションしちゃった。ここしない方が早いんですけど、サンダー引けてんのナイスで、ここのねハーフパイプ事故りそうで怖いんですよね。ちょっと高く飛びすぎた。落ち着け落ち着け、大丈夫。このサンダーは絶対失っちゃいけないんで、ここインコースの火柱とか怖すぎるんですけど、ひよっちゃダメ。こういうところひよって1ミリで負けるパターン全然あるんでね、その後悔をしないためにもしっかりインコースは攻めていけない。変な手汗かいてきた。ちょっと待って、ドリフト入ってないんだけど、最悪跳ねた。このゲーム跳ねるからね、階段のとことかドリフト入んないときとか結構あるんですよね。まあ、ここサンダーぶちかましいの、まあアイテムに頼っていこう。キノさんはナイス、ここすぐ交換できるんで。キノさんは割と熱くて、スターもナイスで、まあ、スター変に使っちゃうと曲がれなくなっちゃうんで、しっかりアイテムの手前で使って交換しましょう。キンキノか、これも使おうか。キンキノ使うんだったら真ん中突っ切っていこう。このクッパの火の玉結構当たり判断でかくて怖いんですけど、しかもこれアイテムちょうど交換できる。なんかアイテムの巡りいいね。アイテムの巡りマジ大事だからね。火柱怖すぎ。どれだけアイテムを、何そのドッスンは、なんか弾かれたんだけど。オスケ逆にな、でも逆にドッスンに弾かれたことによってアイテムの巡りがいい。こんだけ巡りいいのにさ、なんでこんなまだ離れてんだよ。きつすぎないかクッパキャッスル。でキラーもこれ次のアイテムうまいこと止まってくれるんで、いいよ、いい流れだよ。サンダーもっぱずらしたい。サンダー皆さん、これは交換ですね。変にここで使うと怖い。ブレーキちょっとブレーキ踏みつつ、サンダー、キラーか、まあ、使うしかないよね。ここ真ん中突っ切ってくれるように使って、次のアイテムスルーしちゃうけど、あとは総力でなんとかするしかないか。もうここまでアイテムに助けられまくったから、あとは自力でなんとかしたいところだけど、1位が離れすぎてないか。1人潰れてる。アイテムどこある。1位見えてる。いやーちょっと1位厳しいか。解けないけど、解けまだ迷うでしょ。もう1人ベビーピーチャー絶対抜かさなきゃいけない。ここは絶対抜かしに行って、1位ならする。いやー抑えたー。最悪、ミリー入れちゃった。いや勝てたーけど、まあベビーピーチが1位じゃなくてよかったでしょ。ラストレース、5点差いける。いけるいけるいける。さあ来たラスボス、ラスボス感えぐい。レインボーロード勝つぞ。さあ泣いても笑ってもこれがラスト。レインボーロード最後1位綺麗に取りですね。このコース長すぎない？1分以上かかるんだけど、一周回ってくるのに。1位ベビーデイジーですね。ライバルがベビーピーチなんで、まあいい状況なんですけど、弱気にいかずにしっかり自分が1位取ってやるぞって気持ちで走っていきたいですね。ダッシュ場乗って、ダッシュ場乗って、落下があるから怖いよな。落下したら本当に、まあ、この縛り上本当に一巻の終わりなんで、絶対にそれはいけないんだけど、まあ、ひよってちゃダメと。で低空とか、エミスさん邪魔しちゃいけない。低空とかはしっかり決めて距離を縮めていきたいんだけど、 OK 決まって。怖いけどね、まあ、ニスクは変に本当に攻めなきゃいけない時以外は攻めたくない。背後乗ってコンピューターがこれ3台振らせるパターン今まで全然ないけど、あんのかな。11位が今降らすみたいな、変なとこで降らすのはマジで勘弁してほしいな。落ちるからね。ダッシュ盤乗って、ダッシュ盤乗って、スターなのがちょっと弱いよな。一番弱いアイテム見たかもしれない。レインボーロードとアイテム上、ここでスター使ってもあんま美味しくねえからな。まあ、使っとこうか。できるだけ早めに使っといて、ここのアイテムキラー出てくれたらいいんだけど。サンダーか、まあ悪くないけどな。これアイテム、まあ、こっちいいか、すぐこっちにあるんでハーフパイプ行かなくてもいいでしょう。まあ、サンダー振らせられたんで3周目もっぱつ振らせられる可能性は全然ある。これアイテム行こう。普段行かないとこもしっかり柔軟にな
立ち回っていかなきゃいけない。これ交換しちゃってキラー欲しいです。いやキラーいけないな。いやもうエグいな。3周目ベビーピーチが1走る。かなりまずい状況。ここハーフパイプ怖いよ。丁寧に曲がっていって、人気のも落ちないように落ちないように曲がりつつ、キラー引いてキラー引いてキラー引いて金キロか。きつい、かなりきつくある。ここ飛ぶか。1本目2本目、ちょミスだ。飛べなかったけど、まあいいでしょう。ここ本当にさすがにキラー一生キラー一生キラーしか言ってない。やっぱ物欲センサーが働きまくってる。1位遠すぎない。マップが超縦長なってるんだけど、相手回って、あぶね、ボムヘアあった。これ9位割れない、9位で割れないか。8位割れになっちゃった。スターナイス、サンダーあんのかな。一番振ってほしくないところで使いたいんだけど、あぶねー。おい変になんか曲がった。ゲストいらないけどサンダー振らしたい。無理か。いやーちょっと待って、ベビーピーチが遠すぎる。なんとかして潰しちゃってくれ。トゲゾを投げてくんないと。さすがに厳しい。もうゴールしちゃうじゃん。え無理じゃない。え厳しすぎだろ。後ろがなんかめっちゃ遅いんだけど。4位、もう一人抜かしたらワンチャンあるかー。ちょっと頼む、3位だったらワンチャン。3位でワンチャンない。前が速すぎ。そう、どう、えどうこれ。3位何点、10点。え同点やったマリオガード Wii の仕様に助けられました。同点だと優勝らしいです素直に喜べねえけど、なんか一人落ちてたな。助かったマジで、ありがとう。これで一応8グランプリ4勝4敗引き分けですか。まあまあよくよく頑張ったんじゃないですか。まあなんかもったいないミスがありましたけどね。今回みたいにしっかり拾えた運も拾っていくと。なんかベビーに囲まれてますけど、何このベビースーパープクプクカー軍団はやったー、優勝できた。スペシャルカップ嬉しい。普通の周回遅れ縛りの時ね、優勝できなかったんで、まあ着実にはミスもありましたけど、まあ、成長を感じる回でしたということで、皆さんね、この周回遅れ縛り回ご視聴ありがとうございました。またね、次回のね企画ものもお楽しみに。バイ。